民家の庭に置かれた亀亀は土器、陶器の一種で貯蔵、運搬、発酵、化学反応に用いられる容器。東大理学部人類学教室の長谷部賢人による、警部の小道が後継あるいは腹継のに、3以上のものを亀と呼び、2、3未満のものを壺とするという定義がよく知られている。日本考古学では、弥生時代以降に用いられることが多く、 縄文土器の場合は、亀の名称をモチーズ深鉢を用いる。底部から緩やかに湾曲もしくは屈曲して立ち上がり、わずかに剣部を有するか、そのまま開いた状態で公園部に至る器形で、一般的に貯蔵などに使用されるため、必ずしも人間が一人で運搬できるとは、限らないような、また運搬することを目的としない大型の器を含めて故障する。末木の亀には、 光景あるいは腹景の2、3未満のものが含まれているなど、肩部から頸部への湾曲状態によっては、壺と区別の困難な製品もある。しかし、おおむね、長谷部の定義通り、亀は大量の液体などを保管、貯蔵したり、藍亀に見られるように多量の液体を必要とする、作業に用いられる腹部に対する光景の比が大きい、容器で、同器、陶磁器であるもののことを言う。 日本では、弥生時代中期に、北九州、山口県地方を中心に、埋葬のために遺体を収める容器として、亀が使用され、亀缶として知られる。中世になると、床な焼きの亀が、倉国旗や埋蔵船、水亀など、多量の液体などを貯蔵、保管する容器として使われたが、近世になると桶にとって変わられた。近世には、瀬戸、ノの小型の亀が、 千亀として使用された。また、半道亀という高台脇から屈曲して立ち上がる筒形の亀が18世紀後半以降植木鉢などに用いられた。また、琉球の陶器で口の小さい壺をも亀と呼ぶこともある。口の広い亀は泡盛のもろみを発酵させるのにも用いられた。沖縄県の泡盛や九州地方の焼酎のもろみ作りには現在も 亀仕込みと称して使用されている例が多い。19世紀になると、薩摩の福山では、薩摩焼きの亀が黒酢のもろみを発酵させるのにも用いられた。中型の亀には、瀬戸、ミノ産の水亀、大部上半に断面巨子状の強いろく目が巡り、剣部に感情の高下絵が付けられる、備前の亀が知られる。 常コ焼メヤの亀は水亀としても用いられることもあったが、近世ではどちらかというと亀、亀缶、藍亀などの他に、貧草として用いられることが多かった。中国考古学では、日本でいう普通の亀の他に単形壺に相当するものも亀と呼んでいる。ギリシャ語のピトスは大亀に相当する。アーンと呼ばれるものは特に仮想骨収納用の亀のことを言う。 中国では、腐食性の強い化学品の化学反応容器として、亀を使う例がある。一方、弥生土器や弾器で、煮炊き用、炊飯用に使用される土器を亀と呼ぶことがある。これは、クッキングポットに相当する。欧米では、これらの亀よりは深くはなく、鉢に近いものも見られる。なお、弥生時代の亀缶は、成人埋葬用に作った大亀であり、 日曜時を棺として転用した壺ぼとは、性格をことにしている。ありがとうございます。